初代タイガーマスクストロングスタイルプロレスボリューム13、初代タイガーマスク40周年記念第3弾となります。10月21日木曜日、会場は17時30分、そして試合開始が18時30分の予定となっております。会場は後楽園ホールです。対戦カードの紹介です。なお試合順などは後日正式に発表させていただきます。暫定的な順番で発表させていただきます。シングルマッチ20分一本勝負、ワールド女子プロレスディアナ梅崎遥 VS アクトレスガールズ松井美沙。タグマッチ30分一本勝負、トリプルシックス宮本優子ファンクラスイズム横浜ロッキー川村2組 VS フリー佐野直志プロレスリングバサラ阿部文則組。タグマッチ30分一本勝負、ワールド女子プロレスディアナジャガー横田ワールド女子プロレスディアナ井上京子組 VS フリー倉垣翼アクトレスガールズ網倉稲組。 UWA アジアパシフィックヘビー級選手権試合60分一本勝負、第5代 UWA アジアパシフィックヘビー級王者ブードゥーマーダーズ将軍岡本 VS 挑戦者バモスター河野正幸。スペシャルシングルマッチ60分一本勝負、一般社団法人初代タイガーマスク講演会タイガークイーン VS マーベラスいろはたくみ。スペシャルタッグマッチ60分一本勝負、ストロングスタイルプロレススーパータイガー大日本プロレス関本大輔組 VS フリー船木正勝ストロングスタイルプロレス増田隼人組。今回後楽園大会においてストロングスタイルプロレスから、まあ、女子の試合を3試合組んでくれということだったんですが、まあ、もちろんあの大学院の相手をやっぱメインに考えて、今回長尾中佐選手と話をしまして、いろは匠選手がどうだというお話になりまして、心よく受けていただきまして、本当にこれは最高な試合になると皆様もご想像ついていると思うんですが、これはもうベストバートが取れるような試合になるんじゃないかと私も今から期待しております。はい、その他の、2試合におきましては、ディアナから、井上京子に出てもらって私と組んでの、ストロングスタイルプロレスに、この2人でストロングスタイルプロレス出せるだろうということで私は京子をペアにして組んだわけですけれども、まあこう相手となるとまた難しくなってですね、強固に匹敵する勢いのある選手と考えた時にですね、もちろんあの倉垣翼のあの力は皆さんご存知だと思うんですが、その今度ペアがまた考えるところがありましてですね、あのアクトレスガールズ、私ちょっと前までアクトレスガールズは大体バカにしてたんですけれども、とても力ついてきてですね、ディアナとよく交流をしていて、まあそばで試合を見てた時に、結構できる子多いなというふうなことを考えた時に、今回はアクトレスガールズから探してみようと思いまして、倉垣翼の相手はですね、アミクラ選手ですね。アミクラ選手のあの元気の良さ、これは本当に今のこうコロナ禍の中元気に、お客様をさせるような選手じゃないかということで私の相手に抜擢した次第です。そしてディアナの今力をつけてきている梅崎遥の相手と考えたときに、やはり今一押しのアクトレスガールズから松井美沙。松井選手はですね、なんですか、劇団に入ってまして、劇団
この中で私一緒に舞台に出た時があってですね、試合を見るより先に舞台を見てしまったような選手だったんですけど、まあ、その後に1試合か2試合か見た時に、やっぱり舞台ともちろんプロレスは全然違いますけれど、その姿勢を見た時にこの子はプロレスで生きるんじゃないかというふうに私は人間的にこう前から気になってた選手だったので、ディアナの、力をつけてきてる梅崎と戦ってもらって、勉強させてもらおうかなと思って抜擢しました。この3試合、今回3試合ということでとても女子もプレッシャーがかかると思うんですけれど、やはりストロングスタイルの舞台に、リングに、恥をかかないように、ナイスファイトをそれぞれがしてくれると思いますので、どうぞご期待ください。ありがとうございました。西山さん、ありがとうございます。タイガークイーンについては何か特別な何かをいただいてもらえましいでしょうか。タイガー…あ、すみません。皆様が一番ご期待しているタイガークイーンなんですが、練習を一歩一歩進めております。佐山先生と、一緒に練習を見ているわけですが、佐山先生のご指導のもと、どんどん進めていって、やはりそろそろ大学院というものを一歩一歩出していかなければいけないという時代だと思っておりますので、大学院ならではの技を一つずつ身につけている最中であります。なので、もちろん井ノ原拓海選手の試合こうご期待だと思うんですけれど、皆さんも想像を絶するものを出してくれると私は思っております。ご期待ください。実はここでですね、女子の試合に関しましてビデオメッセージが届いております。こちらのモニターにご注目いただければ幸いでございます。皆さんこんばんは。マーベラスプロレスリング代表永井俊さんです。この度はですね、タイガークイーンさんと井ノ原拓海の試合を組んでいただきまして心から感謝いたします。ありがとうございます。初代タイガーマスさんとダイナマイトケイジさんと戦いを見た時に、あまりにもすごい試合で今でも昨日のことのように思い出せます。その女版タイガークイーン井ノ原拓海とこの試合で、どんなテイスト、どんな戦いになってくるのか楽しみさせていただきたいと思います。皆さんもぜひ楽しんでください。よろしくお願いします。はじめまして、マーベラスプロレスの井ノ原拓海です。今回タイガークイーン選手と、対戦ということで、本当に自分にとって未知数の選手だと思うので、タイガークイーン選手を堪能して最後自分が勝ちを収めたいと思います。対戦よろしくお願いします。ここで、タイガークイーンに対しても、人並みならぬ思いがあると思われます。新馬会長にですね、一言女子の試合、タイガークイーン選手の試合についていただければと存じますが、新馬会長よろしいでしょうか。あ、こんにちは。皆さんに言いたいのは愛と恋という言葉でございます。恋というのは何か、相手の気持ちも体も全て欲しいという、奪い取りたいという思いが恋であります。青春は恋から始まって、そして愛に変わります。愛とは何か、自分が思う人に
すべて与えたい、すべてこの人に尽くしたい、与えるということが愛である、奪い取ってしまいたいというのが恋です。プロレスは愛であり、格闘技は恋である。そうするとプロレスがすべて愛か。愛と恋を合わせ持ったレスラーというのはアントニオ猪木でした。愛を貫いたのはジャイアント馬場さんでした。タイガーマスクというのは私がアントニオ猪木と共に選んだ愛を持ち、そして恋を持つ、そういうレスラーであったのが初代タイガーマスクでございました。そのタイガーがジャガー横田と組んで、そしてこの人ならばと言って世に送り出してくれたのがタイガークイーンでございました。私はこのタイガークイーンに本当にプロレス界が愛だけではなく恋を合わせ持つようなレスラーになってもらいたいということで、この間はちょっと口が滑って、なんか非常に、私の孫からも私自身反発を食いまして、じじいちょっとひどすぎるよというようなことでございましたけれども、まあ86歳にもなっていまだにトレーニングをやっている私に免じてそれを許していただいて、そしてタイガークイーンが愛と恋を合わせ持つレスラーとしてタイガーマスク、そしてジャガー横田を受け継ぐような選手になってもらいたい。で、私は今後ろにいる関本大輔というこの選手が私は大好きでした。彼の期待に鍛えた肉体というのはプロレス界の私は宝だとかように思っております。で、平井社長にも何回も言いました。関本さん呼んでくれと。今回10月21日関本さんも来て、でうちのリングでタイガークイーンと一緒になって、その40周年記念タイガーマス、50周年記念が藤波辰爾、70周年なるのか分かりませんけれども、アントニオ猪木がおります。こういうプロレス、それから格闘技の歴史を踏まえて、今のBS のプロレスのチャンネルをひねって私は10分見続けることが今はできておりません。昭和の新日本プロレス、口はばった言い方かもしれませんけれども、新馬久志がいた新日本プロレスが本当に面白かった。今ここにタイガークイーンを出すんならば、私は平井に何回も言います。お前が新馬久志になってくれというような自画自賛を私は自己満足しておりますが、本当にプロレス界を面白くするのは愛と恋を合わせ持つレスラーの出現でございます。タイガークイーンは私にとって男子女子を超えた一つの存在として、愛と恋を合わせ持つレスラーになってもらいたいと、そういう希望を持った選手をジャガー横田が育ててくれております。ジャガーは私の娘が非常に好きで、そしてジャガーの応援団も作って中学時代手を振り上げてリングサイドで応援した彼女、その彼女がタイガーマスクと一緒になってタイガークイーンを育てて、そして21日のリングには私も本当に真剣に彼女の戦いを見てみたいと思っております。それから関本大輔のその肉体美をまた6メートル40のリングの中で見せてもらえるという、こういう喜びを持ちながら40周年、藤波の50周年記念、こういうものを私は本当に一緒にやってきてよかったな、こういう思いを今の人たち、そして後世にも伝えていきたいのはプロレスであり、そしてタイガーマスクであり、ジャガー横田であり、そういう先人がいてタイガークイーンにそれが伝わっていくという思いを込めて今日は出させていただきました。平井ちゃん、本当いつもありがとう。ありがとうございます。
ありがとうございました。ありがとうございました。大変深みのある、思いのある、そして愛のあるお言葉を頂戴しました。ありがとうございます。さあ、それでは続きまして、男子の試合に参りたいと思います。本日、出席されています、各選手から、一言ずついただければと思います。それでは初めに将軍岡本選手、よろしくお願いいたします。はい、今回河野選手とタイトル持ちありますが、それはいいとして、平井さん、私言いましたよね、高岩の後は誰って言いましたか。家臣ですよ、家臣、剣道家臣、剣道家臣を連れてこいって言ったよね。次勝ったら剣道家臣連れてきて。分かった、以上。ありがとうございます。それでは続きまして、関本大輔選手、よろしくお願いいたします。大日本プロレス関本です。久しぶりのリアルジャパンに、参戦させていただきます。非常に楽しみです。相手に、スーパータイガー選手と組んだ相手に船木さんと真下君、真下君久しぶりだね、試合するのも非常に楽しみです。で、世界最強の男と戦った船木さんとも戦えるし、ユーロジャパン最高ですね。はい、楽しみにします。ぜひ応援ください。関本選手ありがとうございます。続きまして、真下選手、よろしくお願いいたします。はい、一番初めの感想として、すごいメンバーに入ってしまったなというのが驚きでしたけど、自分自身この1年で成長したさせてもらったと思っているので、まさか僕が一番目立って勝つとも誰も思ってないでしょうけど、そうはさせないようにしっかりスーパータイガーが、そして新馬会長を愛する関本大輔選手にもぶつかっていこうと思います。よろしくお願いします。真下選手ありがとうございます。それではスーパータイガー選手、よろしくお願いいたします。真下の今年の、成長は正直、私自身もびっくりしております。特に前回のディアナさんのラジアントホールでの大会で、初めて私とロッキー川村組から勝利を奪った、いよいよ下からの追い上げ、厳しいものがあるなと。で、今回この対戦カード、心強い味方、関本大輔君、そして相手は村木選手、味方であり敵であり、みんなライバルだと思う。その中でも真下自身を彼女で見ているわけではないので、ここはしっかりとチャンピオンとしての意地見せていきたいと思います。スーパータイガー選手ありがとうございます。皆さんの大会にかける熱い思いが伝わったかと思います。ありがとうございました。先ほどお言葉いただきましたが、新馬会長、もう一言いただければと存じます。恐れ入ります、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。男子の試合に関しても、先ほど関本選手に対する思いもありましたけれども、よろしくお願いします。お願いいたします。私が一番見たいのは、初代タイガーマスクの試合ですよ。いつまでも車椅子に座ってるの。もう、いい加減に。今見たら、そこからとっとととかけて歩いてきてるじゃない。あれは、本当に聞きたい。真剣に、はい、医者にも一緒に行ってるよね、はい、オンライン先生に診察を受けてるよね。そうですね細川先生いわく、はい、タイガーは気持ちの問題だって言ってるんだ、はい、あんた俺たちに嘘ついてんだ。いや、嘘は
足が動かないんで。本当はリングでできんじゃない。21日、中村さん、なんか違う覆面頼まれてない。トレーニングやってるでしょ。やってます。息子と一緒になってやってます。息子に覆面かぶして出させたってダメだよ。あ、それはいいですね。タイガーのエキシビジョンマッチでもいいから3分でも見てみたい。これが今の私の望みであり希望であり、そして86歳、来年87歳になるこの年老いに一つの夢を持たせてくれるという。ジャガーさん、あなたが相手になってタイガーと 3分間のエキシビジョンマッチをやってください。いつでも。ああ、こっち来るんですか。私の体はどんどん蝕まれていっているので、なるべく早いうちにそういうことをやってみたいなとは思います。ところで新馬さんにおいては大変お世話になり、先日 YouTube でタイガーマスクの映像を見たんですけども、偶然あの時のタイガーマスクを作ってくれたのは新馬久志であり、その決勝というのが新日本プロレスだったので、そこで何がプロレス界に恩返しができるかというのは、まあ、タイガークイーンを作っていると宇宙ですけれども、大変努力して作っていると思います。彼女は大変努力家です。2時間、3時間のトレーニングを何回も何回も繰り返して、あの時の自分を見ているようで楽しみでしょうがありません。なお藤原敏夫先生はタイガークイーンの大ファンです。普段狼のような目をしてますが、タイガークイーンと食事をしたいと言った時にはなんか少年のような目に輝いていて、なんか本当に大好きなようです。こういう選手を育てて、そして男子プロレスのみんなもそれに負けないように、あの時代のタイガーマスク、あの時代の藤原達人、あの時代の長州力、あの時代のアントニオ猪木、それらの人たちに負けないように、負けないというかもう本当紙一重だと思います。あとはもう少しどうするかということをちょっと考えながらやってくれれば、すごい時代が来るというのは私には目に見えています。頑張っていっていただきたいと思います。新馬久志がついているので、またどんないろんなことを考えてくれると思います。ぜひ頑張ってください。皆さんありがとうございました。さやまそうか、ありがとうございました。平井さんに質問なんですけど、はい、さっき小岡本選手から、はい、まあ、家臣選手を連れてきてほしいということで、要望があったわけですけれども、それに関してはいかがでしょうか。将軍選手が今回の試合でどのように語れ、勝つか負けるか、その試合を見て勝てば次の試合を誰を挑戦者にするかは協議させていただきます。協議じゃねえだろ、家臣連れてこいっつったの。連れてこい。ストロングスタイル王座委員会で決めていきたいと思います。次の質問。ジャマ選手、先日あの大学2年生とタッグで対戦されたわけですけれども、実際に戦ってみた手応えというか感想ありますでしょうか。あの試合は多分ですね、大学今かなりやりづらかった試合ではないかなと思っていますので、手応えとしてはいつもの大学院ではなかったと思います。まあ男子レスラーとミックスということもあって、あのレジェンドだらけの中、大学院もポツッと入った状態になったので、まあ私
としてはですね、まあ半分気持ちがコーチになってしまってますので、なんていうんですかね、一回トレーニングの試合みたいな感覚でやってくれればいいなという気持ちでは戦ってました。まあシングルではないので、まあ自分一人でどうにかなるものではないので、まああの試合で一つまた勉強をしてくれてれば、あの次のシングルへのバネになってるんじゃないかなと思っております。はい、ジャガーさんにお聞きたいんですが、先ほどタイガー・クイーン選手が皆さんの想像を絶するものを出してくれるということを言われてましたけども、これは何か新しい必殺技とかが出る可能性があるということですか？そう思っていただいたら、皆さんの期待は大きいと思います。着実に練習しております。先ほど佐山先生がおっしゃったように、2時間3時間の練習を一人でこなしておりますので、それを見ている私も、心が痛いぐらい努力しております。だから その技っていうのはどういうことものなのかっていうものをご期待いただいていればいいと思います。はい、佐山さん、先ほどリングに上がられ徳島会長の方から上がったらどうだというお話がありましたが、ご自身の中ではいずれ上がるというか、そういうプランみたいなものは あるんでしょうか？まず体を治して、まず歩けるようにすること、走ることはできるんで、歩くことができないという不思議な病気なんですけども、足の運動、例えば今360キロのスクワットをやってます。それが最高のスクワット、プレスですね、をやってて、足を鍛えて落ちないようにしてみて、それから大変調子いい日は実に調子いいんで、その時にトレーニングを合わせてやるということ、徐々に徐々に良くなっていることは事実です。これをどこまでやっていけるかによって、次の試合エキビジョンでもいいですからできるというのは確信してますけども、実際できるかどうか、あの時代の夢を皆さんに見せたいと思いますが、それは無理なんで、そこを落とせないように頑張れるかどうか、往年期の馬場さんみたいに立ってればいいという、まあ、そんな失礼なこと言っちゃいけないんですけど、上がるだけでもいいというふうな、リングポストに上がるだけでもいいというような、そういう意見もあります。それもやってみたいと思います。そこまで頑張ります。よろしくお願いします。360キロってな、あのプラスですやってんの360キロ、この間できました。へえ、だから今調子いいですだからじゃあ早足であれするけども、歩くことはまだ早足というか、ゆっくり狭いところがなかなか歩けないですね。じゃあリング広いじゃん、6m4。これをレーザーポインターをこう前に置くと歩けるんです。はあ、いや、スミスの時代からいろんな新兵器持ってきてやってるんですか？そうですね、これレーザーポインター持ちながらプロレスやろうかな。おお、それでいいじゃん。関本選手も相手にやってよ。関本選手、よろしくお願いします。いや、ありがとうございます。車椅子で俺よろしくお願いします。車椅子プロレス、いや、自分上がってもらうの夢だよ、もう。そうやって頼むよ。頑張ります。それを見て死にたいよ、私も。いや、そんなこと言わないです。僕はその場で死にます。さあ、大変興味深いお話が聞けましたけれども、その他何かございますか？はい、では一番後ろの方お願いします。スーパータイガー選手に質問したいんですけど、今一番こう目標というか、なんていうんですかね、その一番大きいビジョンというか、目標みたいなものというのは、どういうものに今、考えていらっしゃいますか？そうですね、これまで、私が、学んできたものを、今回もそうですが、タイガー・クイーン選手や、ジャガーさんを含め、女子プロレスと、の選手と一緒に、競い合いながら、この業界自体をこうもっともっと盛り上げて、その中でしっかりとストロングスタイルというのを、一番柱に掲げていきたいと。ありがとうございます。で、俺からも一つ。平井ちゃん。はい。将軍岡本さん言ってんだから。はい。
次呼んでやれよ。はい。家臣。そういう試合が面白いんだよ。はい。絶対時間が短かろうが長かろうが、はい、レスラーがやりたいっていう試合を提供するのが平井の務めなの。はい。それを見て人が喜び、人の喜びを見て喜ぶというのが営業の人間の頭。はい。二度も言ってるじゃん。はい。即答してやれよ、そういうの。お前それだけの力があるじゃん。今言ってやれ、次呼びます。諸君選手が勝利され、亡霊しましたら、交渉します。なんで条件をつけるのよ。条件なんかつけなくたっていいじゃないか。勝利選手は、うん、勝ってくれると思います。はい、家臣を下半身の髪の毛を取れるとあれなんだよ。頑張れ。何今の。ちょっと解説お願いしますよ。4人の解説をすると。結局どうなるのかはちょっと私には判別がつきませんが、交互期待ということではないかと思います。増田選手、前回ロッキー選手からフィッシャーマンスープレックスでゴールを取られて、ちょっと今までとなかったフィニッシュだなと思ったんですけど、今回スーパーヘビー級2人に対して何か施策みたいなのは何でしょうか。そうですね、フィッシャーマンスープレックスが、ずっと考えてはいたので、でまだ進化する技なので、10月21日に、もちろんその関本さんも倒しに行きたいですけど、僕の目標はもう変わってないので、スーパータイガー、毎日スーパータイガーなので、スーパータイガーにあの技をお見舞いして、その余裕をちょっと、ぶち壊してやろうかなって思ってる。作戦はもう打ち当たっていくだけですね。それだけです。それに対してスーパータイガー何かございますか。よろしいですか。いいですか。失礼しました。その他何かございますか。いかがでしょう。聞けば何かいろいろ出てくるかと思いますけれども、では、その他、ございませんのでしたらば、これにて質疑応答は終了とさせていただきます。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。